休みの日なのに習慣でいつもの時間に起きてまった。とりあえず朝日湯の掃除だけ早めに済ませておこうかな。その後マスキさんが何時に来るかをメールで聞いて。ロックいるか？え、この声、ま、マスキさん？オス、やっぱ朝はまだ寒いな。おはようございます。じゃなくてまだ朝7時にもなってないですよ。今日は一緒にお買い物に行くんじゃないんですか？なるべく同じ時間を過ごすっつったのお前だろ。それはそうですけど。じゃあ早速朝日湯の掃除に行くか。毎日やってるって言ってたよな。いいですいいです、朝の掃除は私の仕事ですから。水臭いこと言うなって、同じバンドの仲間だろ。朝日湯って従業員用の裏口とかあんのか？マスキさん待ってください。疲れた。銭湯の掃除ってかなりきついな。腕パンパンだぞ。マスキさん思いっきりやりすぎなんですよ。あんなに力入れなくても大丈夫だったのに。それを早く言えよ。まだ指先がジンジンしてんぞ。あ、ハンドクリーム使いますか？手荒れ防止になりますよ。あ、サンキュー。鼻の匂いがする。いいな、これ。どこで買ったんだ？この間、アコちゃんやアスカちゃんとショッピングモールに行った時買ったんです。結構お気に入りなんです。へえ、じゃあ今日の買い物はショッピングモールでするか。私もそれ買っときたいし、行こうぜ。え、まだ朝の8時ですよ。お店はどこも開いてませんって。あ、そっか、あと2時間は開かねえか。結構時間あるな。うん、けど確かあそこって映画館は早い時間から開いてなかったか？本当ですか？映画ならだいたい2時間くらいだし、ちょうどいいですね。今から間に合うやつやと、うん、この2つみたいですよ。おお、これ私が見たかったやつだ。あ、やべ、ギリギリじゃねえか。急ぐぞロック。よかった、案外早く着いたな。まだ余裕ありそうだ。マスキさんがバイクを飛ばすからですよ。けどまさかマスキさんが見たいって言ってた映画がこっちだとは思いませんでしたよ。もう一本のアクション映画の方だとばかり。はあ、絶対こっちだろ。子供向けアニメなんだけど大人も泣けるって評判なんだ。へえ、そんなに？ほらチケット買うぞ。お前も生徒手帳出せよ。ん？マスキさん、何か落ちましたよ。写真？あ、ありがとな。昔の写真だから、なくしたら大事だった。ここに写ってる小さな子って、子供の頃のマスキさんですか？てらかわいいですね。そうか？親父にはよく目つきが悪いって、その頃から言われてたけどな。ほら、私の隣でバイクにまたがってるのが親父な。本当だ。オーナーには昨日もギャラクシーで挨拶しました。で、反対側がラーメン銀河の店長、後ろにいるのがデスギャラクシーのボーカルだな。皆さんのお若い頃の写真、かっこいいけど普通の人や。あ？あ、いえ、デスギャラクシーっていうバンド名だから、すっごいメイクの人たちを想像してて。あ、ほら、デスって入ってますし。なんだそりゃ、ステージから降りたら普通に決まってんだろ。この写真はデスギャラクシーがワンマンライブで大成功した時だって言ってたな。親父たち何かっつうとこの公園までバイク飛ばしてたよ。ベンチぐらいしか置いてないけど、丘の上にあるから夜景がすっげえ綺麗なんだ。写真だといまいち伝わらねえけど、
演奏のことで喧嘩した日も、新曲が仕上がった日も、いろんな理由つけてここに連れてかれた気がする。はしゃいでる大人を見るのってなんか悪くなかったな。だからマスキさんもこんな楽しそうな顔してるんですね。まずい、映画が始まっちまう。さっさとチケット買って入るぞ。はい、お財布は、お財布。ああ、ムカつく。めちゃくちゃ泣かされた。お前、結局私より泣いてんじゃねえか。なんて、心の準備ができてなかったと言いますか。見てよかった。あそこよかったよな。ラストで夜景に花びらが散るとこ。それ以上言わないでください。今本当にむずいのね。はあ、なんかすっげえ体力使ったな。ですね。お、そろそろ他のお店が開く時間みたいですよ。店員さんが準備し始めてます。うん、買い物行くか。はい、お互いをもっと知るための第一歩です。